それでは今回はイチロー思考について解説していきたいと思います。イチローのように僕たちはヒットを打つことはできないけど、イチローの考え方を学べば仕事で成功、目標達成はできるようになると思います。77の工夫の中から11個解説していきたいと思います。1個目、2004年10月1日シスラーのシーズン通算257安打の記録を抜いた試合後のインタビューの言葉、自分にとって満足できるための基準は少なくとも誰かに勝った時ではない、自分が定めたものを達成した時に出てくるものです。他人の評価が気になる方って多いと思います。でも他人の評価っていうのは結局は他人事です。自分が決めたものを追い求めることが大事です。人の評価を気にしているうちは大したことはできないです。まずは自分がどうなりたいか、自分の追い求めるものが何かを見極めることです。そして何としてもそれを実現するための行動計画を立てることです。自分はどうなりたいのか、何をしたいのか、しっかりと決めて信じること、そして行動していってほしいと思います。2個目、雑誌のインタビューでイチローさんが大事にしているものを教えてくださいという質問に答えての言葉です。経験でしょうね。いろいろな経験から何を得るか、何を感じながらプレーするかということだと思います。中には動物的なプレーをしている人もいますが、何も考えないで本能的にプレーしている人は結果を出すのは難しいでしょうね。イチローが大切にしていることが好奇心とか経験です。好奇心がイチローの進化を支えています。人間にとって今まで見えなかったものが見えるようになることにこそ大きな快感があります。好奇心っていうのは経験を通してしか育たないです。近道なんかないです。とりあえず何かやりたいことがあったらやってみることです。やってみることによってどんどん好奇心っていうのが出てきます。努力という文字が頭の中に浮かんでいるうちは本物ではないとイチローは言っています。好奇心を持って目の前の仕事に没頭していれば、努力っていう文字は頭の中からきれいさっぱりと消えるはずです。3個目、2004年の10月1日シスラーのシーズン通算257安打の記録を抜いた試合後のインタビューでの言葉、やった直後は熱かったですね。これまでの僕の野球人生の中では最高に熱くなりました。210本打った94年の時の気持ちをバリバリ超えていますよ。こんなことありえないと思いましたから、アメリカに来てビール臭いです。今は最下位のチームでまさかビールをかけられるとは思わなかった。時には自分を褒めてみることです。自分が頑張ったら自分を褒めること、プロジェクトが一区切りついたらよく頑張ったのと自分を褒めてほしいと思います。自分で自分を褒めることによって生きることが楽しくなります。うまくいった時には自分を褒めてやる、うまくいかない時には自分を励ましてほしいと思います。4個目、雑誌のインタビューで今までの人生の中で無理だと思ったことはという質問に対する答えです。小学校ではあまり勉強しなかったんですけど、中学になってそれじゃまずいって一生懸命勉強したんです。テストの点は取れました。実際自分ができる限りの勉強はしました。でも1番にはなれなかったですよ。学年で7番とか8番にはなれても決して1番にはなれなかった。それで勉強を諦めたんですよ僕。子供の時にはタレントになりたいとか、プロ野球選手になりたいとか、ノーベル賞学者になりたいと平気で言えると思います。それに対して親がバカな夢を追うのをやめて、もっと勉強しなさいとそう言われるようになって、大人になっていくにつれてそういった夢っていうのは見事に消えていってしまいます。子供の頃の夢こそが本当に達成したい目標だと思います。あなたは一番になれるものを見つけてほしいと思います。5個目、テレビのインタビュー番組でイチローさんにとってスランプって何ですかっていう質問に対する答えです。自分の力以上のものが働いている、打てるはずがないのに打ててしまう、そんな印象ですね。ですから僕はスランプの時にこそ絶好調が現れる、すごく感覚を失っている時にしか好調はありえない、スランプの時にこそ絶好調が現れる、素晴らしい言葉だと思います。うまくいってる時っていうのは何も考えることはないようです。ただそのまま同じことを続けていればいいと、うまくいってる時に学ぶことなんか何もないと、そのように言っています。ピンチこそチャンスってことです。うまくいってない時こそ成長のチャンスだと捉えてほしいと思います。6個目、雑誌のインタビューでメジャー1年目で MVP の評価を受けたことを聞かれての言葉、素晴らしい評価でも最悪の評価でも評価は周囲がするものであって、自分自身が出した結果でも示した方針でもない、自分の姿だけは絶対に見失ってはいけないと思っているんです。人の評価とかを気にしないことです。目の前の仕事を自分を磨く手段と考えているのがイチローです。結果の出ないことは必ずしも悪くないと、ピンチの時ほど自分との対話が深くなってレベルの高い試行錯誤が繰り返されると、これがイチローの考え方です。器の広さっていうのを持ってほしいと思います。
7個目、愛工大名電高校に入学して中村監督との初対面で言った言葉です。言ってもらえればセンター返しはいつでもできます。この言葉を聞いた中村監督は少々ムキになってこう言い放ちました。それならわしの目の前で打ってみろと。中村監督が指名した3年生が投げてくる球の7割近くを一郎はセンターに弾き返しました。有言実行こそ夢を実現させる強力な武器です。夢を実現できないと問題点は才能がないからではなくて、宣言しないことが夢を遠ざけてしまっているってことです。あなたがもし実現したい夢とか目標があるんであれば、具体的な形で周りの人々に宣言することです。8個目、2004年10月1日、シスラーのシーズン通算257安打の記録を抜いた試合後のインタビューでの言葉。ドキドキする感じとかワクワクする感じとかプレッシャーのかかる感じというのはたまらないですね。僕にとってこれが勝負の世界にいるものの醍醐味ですからね。プレッシャーっていうのをしっかりと楽しむことです。人間っていうのは快感を追求する動物です。食欲や性欲と同じように自己実現欲っていうのも人間が獲得できる快感です。心理学者のマズローは人間にとって最高の快感と定義づけたのが自己実現欲です。まずはなりたい自分を見つけて、とにかくそのイメージに向かって行動していくことです。どうなりたいのか明確にして突き進んでいってほしいと思います。9個目、雑誌のインタビューで自分の調子の捉え方について聞かれての言葉。ヒットが出ているからといって状態がいいというわけでもないし、ヒットが出ていないから悪いというわけでもない。人よりも結果を出したければ自分にもっと厳しくなることです。一郎ほど自分に厳しい人間っていうのは珍しいと思います。自分の行為をもう一人の自分が許せるかどうか、それが彼にとっての判断基準となっています。あなたはもう一人の自分っていうのを持ってますか？納得いかないことがあればとことん突き詰めることです。自分を見つめるもう一人の自分っていうのを意識してほしいと思います。10個目、道具に当たる選手への感想について記者の質問に答えての言葉です。打てなかった後に道具に当たるのもあまりいい感じはしませんね。だってバットが悪いわけじゃないんだから、物に当たるくらいなら自分に当たれと思います。一郎がグラブを磨かない日っていうのは一日もないです。毎日気持ちを込めてグラブを磨いています。グラブを磨くことによって目の前の仕事だったり道具を大切にしたいと常に思っているようです。調子が悪いのをパターのせいにするプロゴルファーがいます。シーズンに何度もパターを取り替えます。こうした選手は決して一流にはなれないです。調子の悪さを道具のせいにして努力をしないからです。仕事道具っていうのを大切に扱うことです。スーツだったり靴とかカバン、パソコンとかスマホ大切に使ってほしいと思います。11個目、雑誌のインタビューでオフの過ごし方について聞かれての言葉。オフの時は何も考えてないですよ。できるだけ頭を空っぽにしようと思っています。ただ次の日にゲームがある時は本当に空っぽにできないですね。寝る時間のことを考えなければならなかったり、それ以外にも考えなければならないことがあったりしますからね。本当の空っぽの状態というのは次の日も試合がない時ですね。もちろん移動も試合もない、そういう完全にオフの日の前夜、これはもう空っぽです。いい仕事をしたかったらとにかく十分な睡眠時間と頭を空っぽにする時間を確保することです。一郎はリラックスの天才であるからこそバッターボックスに入った時に集中できるってことです。長時間集中力を持続させることなど誰もできないです。リラックスする時間っていうのを頻繁に確保してほしいと思います。仕事の成果っていうのはスキル×コンディションだと思います。仕事の能力を伸ばすだけではなくコンディション管理もしっかりとすることです。食事、睡眠、運動についてもしっかりと学んでいってほしいと思います。それではまとめいきたいと思います。1個目、自分が定めたものを追い求めることです。他人の評価っていうのは他人事です。人の評価を気にしているうちは大したことはできないです。まず自分がどうなりたいのか、何をしたいのか明確にすること、そしてそれを実現するための行動をしていってほしいと思います。2個目、経験に基づいた好奇心こそが進化するための原動力になります。一郎っていうのは好奇心を大切にしています。好奇心っていうのは経験していかないとどんどん育っていかないです。今努力しているって感じている方はまだ本物ではないです。好奇心を持って目の前の仕事に没頭している人っていうのは努力っていう文字は頭の中からきれいさっぱり消えていっています。夢中になることによって見えなかった世界を感じることができます。経験とか好奇心っていうのを大事にしてほしいと思います。3個目、時には自分を褒めてやることです。頑張ったら自分を褒める、プロジェクトが一区切りついたらよく頑張ったなと自分で自分を褒めることです。そうすることによって生きることが楽しくなります。4個目、一番になれるものを見つけることです。
子供の頃はこういう風になりたいっていう夢があったのに、大人になるにつれて無理かもとか、そんな簡単ではないな、こう考えるようになります。子供の頃の夢っていうのをもう一回思い出して、自分が一番になれるものっていうのを見つけてほしいと思います。ここめ、スランプの時にこそ絶好調が現れます。うまくいってる時っていうのは何も考えることないし、ただそのまま同じことを続けていればいいと思います。今ピンチの方だったり、どん底にいる方っていうのはチャンスだと考えることです。6個目、目の前の仕事を自分を磨く手段だと考えることです。結果が出てない時っていうのは必ずしも悪くないです。ピンチの時ほど自分との対話が深くなって、レベルの高い試行錯誤ができます。そうすることによって成長することもできると思います。7個目、有言実行こそ夢を実現する強力な武器になります。夢を実現できない人の問題点っていうのは、才能とか能力がないからではないです。周りに宣言していないだけです。実現したい夢があるんであれば、具体的な形で周りの人々に宣言していってほしいと思います。8個目、プレッシャーを楽しむことです。人間っていうのは快感を追求する動物です。食欲とか性欲と同じように、自己実現欲っていうのは人間が獲得できる快感です。一番高い快感が自己実現欲です。まずはなりたい自分を見つけて、とにかくそのイメージに向かって行動していってほしいと思います。9個目、自分の行為を冷静に評価する心を持つことです。人よりもいい仕事をしたいんであれば、自分にもっと厳しくなることです。自分の行為をもう一人の自分が許せるかどうか、その判断基準を持ってほしいと思います。10個目、気持ちを込めて道具を扱うことです。仕事道具を大切に扱ってほしいと思います。11個目、集中したかったらリラックスをすることです。仕事の成果はスキルかけるコンディションで決まります。リラックスの天才であるからこそ、一度はバッターボックスに入ったら集中できています。24時間集中することはできないです。食事、運動、睡眠、これらについてもしっかりと学んで、大事な仕事の時に重要な集中力を発揮できるようになってほしいと思います。この動画見ていただいて、感想、気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。